風邪気味だけど遊ぼう。と、彼女から LINE が来たから。治ってから遊ぼう。と返した。その一週間後、共通の友人たちと飲んでたら、具合が悪くてもあなたに会いたかったのに、冷たくされて傷ついた。謝って。と、突然彼女が言い出した。無理して遊んだら悪化するだろう。とか言っても、とにかく謝れ。と言って引かない。だけど、どうしても、俺が悪いと思えなくて、謝る気になれなかったし。話を聞いてた友人たちも、遊びに行くより病院行けよ。と彼女に否定的だったせいか。今度は、わかった。二人とも悪いってことで一緒に謝ろう。これで水に流そうね。と言われて、一気に冷めた。見舞いに来てほしいとかならともかく、山に登りたいって、アホか。場の雰囲気を壊したら悪いから、軽くごめんって謝った。でも、俺の態度に、何か微妙なものを感じたみたいで、ベタベタしてきたけど、さりげなく拒否して。解散した後に、もう無理だって言った。ごねられたけど、なんとか別れられたよ。